はいどうも、しょうゆ TV です。本日はですね、ここに大井チャンネル君がいます。今日大井君に、受けてもらおうと思います。肩ね、ちょっとずつ良くなってるんですけど、まあ、まだまだですけど、ちょっと軽く投げてみたいと思います。それでは行きます。だいぶ投げれる。カメラ怖っ。球の勢い的にはまあ全然いい、全然いい。よかった。ツーシーム。あ、まあ、分かった。分かる。おお。分かるね。カット。カット。まっすぐ。カーブ、ナック。難しいな。俺が思ってた投げ方でいくと、まあまあまあ、殿下の方向。カメラ怖っ。インスラがないわ。あんま切れ悪い。まっすぐ。お疲れ様でした。肩一緒に直しに大阪まで行った中ですけど、はい、また俺一回肩壊したんですよ、はいはい、また今復活の方にこう上がってるんですけど、あ、はい、どうでした、ボール受けて。いや、全然いいと思いますね。あの力感なくスーッと切れた。ただやっぱ力むとシュート回転が変わる、はい、普通になんか最初の方が良かったですっていう感じで、今後ともね、肩直してもうマックスでやっていきたいと。今年は、まあ、あんま出番なかったんでちょっと悔しいですね、はい、でまだまだ、野球人生長いんでやっていきたいと思います。頑張ってください。はい、今後ともよろしくお願いします。頑張ってください。それではチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。どうでした。女子プロ野球2019秋季リーグ全33試合関東で開催。日程はご覧の通りとなります。皆さんで女子プロ野球を応援しましょう。詳細は動画概要欄の女子プロ野球ホームページにてチェックの方をよろしくお願いいたします。そして次の告知。こちらのサイン色紙を3枚いただきました。ありがとうございます。3名様にプレゼントしたいと思います。応募条件はですね、競泳 TV のチャンネル登録、そして熱い熱いサインが欲しいコメントをぜひともよろしくお願いいたします。当選者にお名前を聞きまして、磯崎選手、ここに当選者のお名前を書いていただきます。大丈夫ですか、はい、いいですか、はい、ぜひともよろしくお願いします。本日のご視聴ありがとうございました。もしこの動画がいいと思ったら
チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやっておりますのでフォローの方よろしくお願いします。今後動画でやってほしいことがあればコメントにどんどん書いていってください。お願いします。また見てねー。